ちょっと今日は朝一でお客さんいないんでね、実技をちょっとね、はい、久しぶりにしようかなと思います。はい、サイドレイズ、はい、ね、の基本種目です。肩の、サイド、まあ、肩といえばサイドレイズみたいな感じですね。ただやっぱり結構皆さん、まあ、やり方いろいろあるんですけど、はい、おすすめのここから入ると分かりやすいよっていうのをね、前にフォームの説明とかいろいろしたと思うんですけど、もっと簡単に、はい、聞いてる感覚を体感しやすい、はい、多分誰でも体感できるんじゃないかなと思うんで、はい、めちゃ簡単っす、はい、この肩の高さにダンベル上げて、はい、このまましばらくずじーっとしていくんですよ、はい、でこの時に、鏡見て、ダンベル、肩、肘同じ高さ、はい、で、手首をちょっとこう内側に折る感じです。わかりますか、はい、見えてますか、こう、はいはい、ちょっと内側に折って、あんまりこうゆるゆるにしない、はい、軽く握ってこうですね。でこのまま肘がとにかくこう落ちてくるのを我慢して上げ続ける、はい、これ今僕4キロでやってますけど、まあ2キロでも3キロでもいいんで、はい、例えばこの状態でじーっとしておいてください。で高さだけ意識してね、ずっと高さだけ意識して、はい、肩だんだんパンパンになってくるんで、はい、そうしたらちょっと休む、はい、休むんですけど、下ろしきらない、はい、半分ぐらいまで来てちょっとだけ休んで、はい、でまた上げる、うん、でとりあえず体はもうまっすぐでいいんで、はい、で足はあんまり開かない、これぐらいでいいです、はい、で手は、今横から見るとちょっと前にありますよね、はい、真横じゃないですよね、はい、ちょっと体の前ですよ、はい、ちょっと結構前か、はい、またきつくなったら下ろす、でまた上げる、うん、でこの時ちゃんと肘を高くイメージですね、はい、高い高い高い、はい、で休む、はい、でまた上げる、はい、こうですね。こうやってやると、おお、今僕肩パンパンになってますけど、はい、肩に何て言うかな、重さが入ってる感じっていうのは多分一番分かりやすいなと思います、うん、片手でもいいですよ、こうやって、はい、で僧帽筋に入っちゃう方は片手でやってもらうといいかなと思います。両手でやるとね、はい、グーッと入るから、まだちょっと片手でこう横にスッと伸ばして、はいはい、しばらくじーっとしても、はい、この時なんかちょっとこう自分で肩とか触ると片手だとできるんで、はい、で肩にグーッと重さでちょっと抜いて、でまた、はい、要は1回2回っていうのをもう無視して肩に重さを乗せる状態をとにかく長い時間、呼吸とか別にどういう風でもいいんで、このまま喋っててもいいんですけど、はい、耐久する耐久のなんかこうレースみたいな感じですね、はい、何分この高さでいられるかみたいな、はい、まあ、それと肩パンパンになってくる。あとはこれが降りて上がる、はい、降りて上がるっていうのが実際のトレーニングになるんで、はい、感覚としてこのトップで肩に重さが入るのを体感するというのがまあ一番タイムの最初分かりやすいのかなと思います、ね、そうするとやっぱり、ね、ある程度 この気づくと思うんですよ。この高さよりもこの高さにしてた方が肩きついなとか、はい、でまあ、要は高さをしっかり出す、はい、この肩と一直線ですね、はい、感じ。これをだんだん重くなってきたら上で止めれないじゃないですか、はい、でこの辺からだと上げれないですね、はい、そうすると上で止めない、下はもうちょっと戻すっていうのがこう実際のトレーニングになってくるんで、はい、そうするとこれが今4キロだとしたら7キロ8キロになるとある程度下ろす、上は止めるまではいかないけど一瞬こうギュッ一瞬ギュッ一瞬ギュッっていう感覚になってくるんで、うん、まあ、この第一歩としてこうやってやって上で止めるっていうのをやってもらうといいかなと思います、はい、これ時間的にはどのぐらいの実際上げ続けるっていう、あ、なんか自分でずっとこう無理っていうところまでやってもいいし、5秒カウントして戻す、はい、また5秒カウントして戻すみたいな感じで、はい、1回2回という感じでもいいです、うん、まあ、トレーニングというよりはサイドレイズを入る前に感覚を入れるために、はい、ウォーミングアップみたいな感じでやってもらってもいいですね。でそれをじわじわ上げていって実際にこういう上げる下げる、
上げる下げるっていう動きに、はい、つなげていく感覚でいいかなと思います。はい、